どうも皆さん、トライアングルです。はい。今回はですね、まあ、またちょっとコメント欄で、読ませてもらって、あ、確かにって思ったことをちょっとお伝えさせていただきたいんですけど、まあ、僕、2日前かな。ちょっといつになってるかわかんないんですけど、リボンちゃんが出現する可能性という動画を出したんですよ。まあ、そちらの動画は、まあ、概要欄に貼っておくんですが、リボンちゃんって、まあ、発表では、第2弾の発表ではなかったんですよ。で、なかったんですけど、アドレーヌを、ジャンプするときに、まあ、ホバーリングとして、リボンちゃんが上から、その、釣ってくれるんじゃないか、という、動画を出したんですけど、あのね、そのコメント欄で、もしかしたらリボンちゃんも攻撃してくれるんじゃないって、コメント見かけて、あ、確かにと思って。リボンちゃんって技、もし、64のね、リップルスターの頃のね、星のカービィ64をやった方だったらわかると思うんですけど、リボンちゃんって、最後の最後のボスかな ?64 の最後のラスボスの時に、リボンちゃんがカービィを釣って、クリスタルで攻撃するっていう、その、星のカービィ64ってクリスタルをすべて集めないと、真のエンディングにならないんですよ。クリスタルをすべて集めずに、ラスボスに挑むと、バッドエンディングっていうので迎えてしまって、終わりなので。で、すべて100個かな?クリスタルをなんか集めたら、ボスと戦えて、そのクリスタルで戦うっていうのでね。もしかしたら、そのアドレーヌを、例えば、ホバリングして、飛んでる間はクリスタルを撃てるとか、あるかもしれないです。なんかね、僕アドレーヌが、その、アップデで実装された時、その、言ったと思うんですけど、アドレーヌって技が少なすぎるんですよね。その、ボス戦の時でも、絵を描くのみだったんですよ。で、あとは、要は、ポカポカみたいな、なんかダッシュで攻撃みたいな。それぐらいだし、しかもそれだと、ただの、アーティストともほぼ一緒になってしまうと。まあ、確かに、その、ダークマターとか出せるんじゃないかとは言ったけど、その、アーティストとしてはほとんど一緒になっちゃうから、何かしら差別化をつける。となったら、リボンちゃんを、やっぱ一緒に登場させて、リボンちゃんも攻撃できるっていう風にするんじゃないかと。で、かつ、本当に任天堂さんがこだわってるとしたら、そのリボンちゃんのクリスタルを打つときありますね。その打つやつは、その、例えば、その残機があるじゃないですか。例えば、今僕999なんですけど、その下に黄色の星があるんですよ。で、それが100枚貯まると、残機が1上がるんですけど、その黄色の星を消費するみたいな。一回クリスタル打つごとに一個消費しちゃうみたいな。そういう面白い機能もあるんじゃないかと。ちょっと今回そのコメント欄を見て、まあ僕の思った見解ですね。はい。まあどちらにしても多分明日、明後日には、僕の予想だとツイッターで、発表があると思います。はい。また、シルエットだと思うんですけど。まあおそらくアドじゃないかと言われてますが、はい。というもの、今回ちょっとそちらをね、まあ、リボンちゃんも攻撃できるんじゃないか。攻撃するとしたらクリスタルの技なんじゃないか。という、ちょっと動画というかね、僕の見解を言わせていただきました。ということで、まあ、このままじゃ終わらないんですけど、あと一つ、コメント欄でまたまたあったんですが、ちょっとやってほしい検証がありますと。はい、ということでちょっとやりたいと思うんですが、ですね、まず、マルクを選びます。そしてもう1体でいいです。別に多分そんな強くなので。で、春風の味。まあ、なんでもいいんですけどね。で、言われたコメント欄で、あったのが、デデデ大王の、腐ったものを、マルクの、間違えた。ちょ、待って、ごめんなさい。で、これで、吸い込んだら、ダメージ受けるんですかと。はい、いうちょっと、コメントがありましたので、今回そちらをやらせていただきたいと思います。まあ、あれこれ、ウスピーツ、多分デデデだよね。4戦目というか。メタナイトは多分まだなんじゃないかな。じゃあ、とりあえず、まあ、サクサクっと、はい、終わらせたいと思います。いや、しかし皆さんどう思いますか?ぶっちゃけ、新アプレのキャラクター。なんか、僕的には、まあ、第3弾も確定してるっていうので、正直嬉しさもあるんですけど、なんだろうな、もう、任天堂さんの本気度が、なんかもう伝わってくる。そのツイッターの発表から、すごい伝わってくるんですよね。なんか、アップデートでも手を抜いてない感がすごい。
だからすごい楽しみなんですよ。なんか1のその第1弾の時も本当は僕なんだろう、その頃アップデートの情報とかあまりやってなかったので、そのアップデート情報とかもっと伝えることができたら、マルクとかリック、カイン、クー、グイ、その情報とかも早めに発信できたんじゃないかなと思ってね。だこれからもね、こういう感じで、アップデート発信はし続けていきたいなと思っておりますので。でやっぱりね、そのアップデート発信だけじゃなくて、その予想、その新キャラが出るとしたらどんなんだとか、あとね、僕的にそのアプデって、例えば第2弾、第3弾、どちらにしても、あれですけど、そのドリームフレンズだけじゃないんじゃないかなと思ってます。はい、ぶっちゃけ言うと。その新しいボスとか、その新しいステージを入れてきてくれるんじゃないかなと、はい、思っております。もう本当にね、あ、でですね、じゃあ行きましょうか。はい、全くちょっと今回ボケてないですけど、ごめんなさいね、今回は、イエス・キリストのような感じで、はい、イエス・トライアン、ちょっと意味わかんないですね。イエス・タカスクに行きましょう。はい。もう素晴らしい清き心、そう、左手を殴られたら、左頬を殴られたら右頬を差し出して、そして殴られたら怒って顔面を殴る、やめとこ、よし、最後、まずとりあえず半分まで、削り申す、削った後に、投げてくるんで、この子は、はい、削らないと投げないっていう、ちょっと若干厄介な子なんでね、そう、本当に雑魚キャラになり下がってしまいましたね、これですね、ここですね、で、投げてきてくれます、はい、投げてきつけてくださるので、そちらで、早くしてください、はい、かかるんで、ちょっと時間かかっちゃうんで、お願いします、はい、まだここじゃないですね、はい、はい、ここまで来てください、お願いします、でかいだけの図体、あ、これセコンならどこになる、あ、ちょっと待って、あ、びっくりした、ちょっと待って、じゃあ行きます、行きますよ、ほっ、ちょっと待って、うわ、トライアンさん引くわ。ちょっとトライアンさん引くわ。ちょっとミスにやめてもらっていいですか、お願いします、はい、待ってください、待ってください、行きます、セコンマッシュ、はい、どうなる、どうだ、さあ、あ、ダメージ受けません、はい、受けないみたいですね、はい、じゃあ、石、ロッキー吸い込んだら土下になるんや。でもそれもあんま変わんないか。これなんかさ、なんかやったらさ、なんか変わったりしない、変化したりしない、しないか、しない、ちょっと待って、待ってください、痛くないです、はい。あ、ちょっと待てよ。この後さ、そういえばデデデ戦の後ってメタナイトだよね。メタナイトの剣って、あ、吸い込んだことあるわ。はい、マルクちゃん、ほんと強い。この子は、もうダントツでしょうね。もう強さ。なんか、マルクちゃんの強さというか、新キャラとかもすべて含めて、今んとこ最強でしょうね。さあ、メタナイトちゃんだけど、確か吸い込んだことあるもんね、剣。どうしようか。なんかできない。なんかやりようがないか。あ、竜巻吸い込んでみる？あ、そうしようか。ちょ、竜巻吸い込んでみましょうか。なんかいろんなの吸い込んでみようか。これで。メタナイトちゃんと戦えるということで、はい、じゃあなんかやってきて、あ、ソニックブーン、ソニックブーン、なんかさあこれで何かしら無理か、待ってとりあえずソニックブーンを吸い込みたい、さあソニックブーン打ってこい、打ってこい、あ、ダメか、これ吸い込めないのね、オッケー、ちょっとずつ、トライブさん、ちゃんと研修やってます、アピールしとけ、いいか、トライブ、ちゃんとね、ここでめげずにちゃんと実験やってますよみたいな、そういう感じを詰め込んどけば、そう、何かしら、あ、トライブさん頑張っとるみたいな、これ、ごめんなさい、これメタナイト吸い込めなかったっけ、メタナイト本体を吸い込むことは可能でしょうか、どうでしょうか、無理ですね、はい、吸い込みませんね、 OK、 了解でございます、さあ、あとはロッキーか、これまた石を確か投げてくる気がするんで、じゃこの辺でちょっと待機してみましょう、はい、OK、 でございます、1人遅れていったね、ちょ、遅刻やめてみたいな、よし、じゃあこの石を吸い込んでみましょう、参ります、はい、参ります、はい、さあ吸い込め、どうだ、あ、待って、トランクさん、ちょ、引きますみたいな、ちょ、やめてください、あ、吸い込んでないか、吸い込んでないね、うん、さあ、竜巻来い、あ、これ吸い込める、あ、これ吸い込めるか、やってみよう、ダークで吸い込めるかなと思ったけど、やばいです、体力がまずいです、ちょっと待ってください、早く竜巻打ってください、お願いします、ダークメタナイトさん、あなた確かにメタナイトさん、あなたダークメタナイトが出現したということでかなり焦ってるのは分かります、焦ってるのは分かるけど、ここは少し研修に成功、そうです、研修、そうでございます、ありがとうございます、はい、さあ来い、なんで裏から攻めてくるの、ちょっとなんで裏から攻めてくるの、オッケー、いいよ、ダンプ、お前はダークメタナイトより下なんだよ貴様、さらばだ、ぶっちゃけメタナイト君よりダークメタナイト君の方がかっこいいよね、うん、だってメタナイトって普通じゃんみたいな、そうか、こう言ってメタナイトさんはガクッ落ちた、うう、悲しい。はい、ということで今回はね、リボンちゃんがまあおそらく多分なんかここまで来るとなんか本当にリボンちゃん出てきそうですよね、アドの攻撃技も範囲も少なくなるし、アーティストとなんか被るってことはってことは、ね、リボンちゃんに攻撃させるしかないじゃないかと。はい。ということで、皆さんどう思いますでしょうか？よかったらコメント欄でね、僕に賛同するかしないか、ちょっとよかったら議論交わしてください。僕はコメントは基本すべて見てます。
さすがにね、その1週間前とかのコメントついたら見れないんです。ちょっとさすがに見ないんで、見ないわけじゃないけど、新しい動画のコメントで流れちゃうんですけど、基本最悪、最低でも1日ぐらいまでのコメントはすべて見てます。はい。全部、あ、嬉しい、ありがたい。いいねつけてなくても、基本見てます。はい。ということで、じゃあ今回このあたりで終わりたいと思います。じゃあ、いつも本当に、いろいろね、これやってください、あれやってくださいっていうコメント、すごい正直ありがたいです。はい、検証のね、なんかやりたい、僕も、なんだろうね、あ、これやってみたいっていうコメントあったら、もうどんどんできるので、なのでこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、お隣さんがいたので、おとなしみなトライアングルでした。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。